場にお集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。我々は山口県から来ました、山口大学よさこい屋さんです。これから演舞させていただく楽曲は2021年度オリジナル楽曲かげろうです。この曲は短い命の中でも懸命に生きる火の鳥をテーマに作られた曲です。演舞する機会になかなか恵まれず悔しい思いをすることもありましたが、今日を楽しみにそれぞれが全力で頑張ってまいりました。1年間やっさんを、よさこいやっさんを引っ張ってくださった19代目の引退まであと2週間。例年とは違って厳しい状況の中でもこのようによさこいやっさんを紡いでくれた19代目に感謝の気持ちを込めて、18代目、19代目、20代目、21代目、4代で精一杯演舞させていただきます。どうか最後の最後までご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。当たり前であったようなことが何もかもが当たり前でなかったことを知った。すべての縁に恵まれてこうしてこの場所に来ることができた。その恩にこの感謝の気持ちを伝える方法はもはやただ一つ、この豊洋国の歴史に名を刻む新未来か。踊る覚悟はできているか。それぞれの思いとやっさんとしての誇りを胸に、さあ我らの祝いを咲き誇れ。それでは参ります。天かける刹那の夢。Take it off!
風に、とこしえに続く思いを乗せて、よさこいやっさん、かげろう。今日というこの瞬間を共にしてくださった皆さんに感謝の気持ちを込めて、ね、ありがとうございました。やっさん、最高の笑顔で決中。